皆さんこんにちは、ゆきです。今日は天下茶駅に来ています。この天下茶駅というのはよく日本に来られる方はご存知かもしれないですけど、関西国際空港から出て大阪市内まで行くには必ず通る一つの駅なんですね。天下茶屋車站五線汇聚，包括南海本線、阪急京都線、JR 關西線、地鐵界根線同高野線。由關西機場坐南海空港線只需要39分鐘就直達天下茶屋，兩個站4分鐘就到達南波，13分鐘就到達深齋橋。其都是阪急京都線的起站，前往京都方便快捷。ここに引っ越しして来られた理由を教えてもらってもいいですか？ね、関空に前勤めてて、で、まあ、あっちの方を住んでたんですけど、ちょっと、まあ、市内来るのも不便だし、はい、で関空で一本で行けて。除此之外，由天下茶屋前往未来西博和梦洲赌场都只需要30分鐘车程，升值潜力无限。実は今夢島という大阪市内にある人工島に来ています。まあ、夢島だけ言ってもピンとこない方が多いかもしれないですけど、2025年日本国際博覧会、略称大阪・関西万博はここで開催される予定です。そして今大阪政府が誘致しようとしているカジノを含める総合型リゾート IR 事業も、その誘致が成功したらここで建設される予定です。現在夢洲站已经动工，未来将会在这里兴建一座55层高的建筑，集车站和商业设施的综合大厦。建成之后，势将成为大阪的全新地标。はい、今大阪府崎島庁舎に来ました。この上には地上252メートル、360度から展望できるスペースがあります。はい、では夢島を探してみましょう。あ、見つかりました。あそこです。まあ塔から見たらすぐ上がると思うんですけど、人工島のラインがまっすぐなんですよね。先ほども言ったんですけど、夢島の面積は390万平米あります。ちょっとイメージしづらいかもしれないですけど、東京ドーム83個分です。今見ているエリアは万博会場になる予定のところです。155万平米を予定しているので、USJ の約3倍の広さです。そして少し北の方に行くと IR の予定地になります。今の更地が数年後全世界から観光客を呼び寄せる中心の一つになることを考えると、ちょっと不思議な気持ちになるんですよね。さらに北にあるのはさっき言ってた夢前大橋です。橋全体が回転できます。天下茶屋是一个非常道地的大阪生活居住地，食的便宜，买的便宜。如果你想找一个宁静的民宿好地方，又想接近南波深斋桥的话，天下茶屋真是不二之选了。ここに住んでていいなと思ってるところってあります？安いご飯屋さん多いとことか好きですね、僕は。天下茶屋のいいなと思ってるところってあります？みんな人間があったかいですよね。喋りやすいし、はいはい、親切な方が多いかなと思います。僕は一番人がいいなと思ってる3店舗出してる中で、あ、そうなんですね。違うお客さんと会話ができるのが天下茶屋なので、全然やってみると、なるほど、僕は一番楽しくお客さんと喋れるので。由 FMI 智慧投资隆重推出的大阪全新物业 The Peak Tanga Chaya 就正正坐落在天下茶屋车站，距离3分钟步程的位置，非常方便。はい、着きました。2分56秒です。まだ3分になってないです。近いでしょう。交通便捷的天下茶屋实在非常适合经营民宿，单位面积由324至647平方尺，比一般只有250平方尺的民宿为大，每户都有阳台，非常适合家庭旅客。加上大阪全年365日都可以经营民宿，比东京和其他地区租金回报率高一线。天下茶屋由知名建造商承建，品质有保证。